こういう形のアップライトピアノ、これ河合の特徴なんですが、グランドピアノ型の譜面台を持ったピアノなんですね。で、なんでグランド型というかというと、ちょうど横にグランドがあるのでめちゃくちゃ比較しやすいので見てくださいね。まずこの蓋のところ垂直になってて指がチラチラ映るでしょ。はい、グランドピアノ垂直になって指がチラチラ映ります。これが普通のこういうアップライトとは違うんですね、形がね。そして譜面台の目の位置なんです。目の位置はここにありますね。で、ここ、まあ、これもうちょっと前に本当スライドするので目の位置がここです。一緒でしょ、ほぼ。だから人気なんですよ、このタイプはね。こういうふうに、ここの位置ちょっと低いでしょ、この位置。これに比べたら高い位置にありますよね。だから、まあ、グランドピアノは置けないけど、アップライトの感覚、グランドピアノの感覚でアップライトを弾きたいという時はこの角度で見るとここの部分はグランドと一緒です。これがすごいんですよ。だから河合のグランド型譜面台は大人気なんだということなんですね。